はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ワグネル消滅ならロシアの官僚のせい、プリゴジン氏が非難。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏は1日、ワグネルが1月に制圧したウクライナ東部ソレダルで撮影したとする動画を SNS に投稿。5月1日がワグネルの創設記念日にあたるとし、ロシア国防省を念頭に、もしワグネルが死ぬ運命にあるとすれば、それはウクライナ軍や NATO 北大西洋条約機構ではなく国内のクズ官僚たちのせいだと強い言葉で非難した。ウクライナ東部の激戦地バフムトで戦うワグネルの戦闘員への弾薬供給を増やすよう求めている。プリゴジン氏とロシア国防省の間ではたびたび対立が指摘されてきた。プリゴジン氏はこの日投稿した別の動画で、攻撃には1日300トン以上の砲弾が必要だが、ワグネルには3分の1も与えられていないと訴えた。このように報道されております。他方、アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は1日、情報機関による推定として、ロシア側は去年12月からこの5ヶ月の間に激戦地バフムトだけでも2万人以上が死亡し、負傷者は8万人に上ると明らかにしました。死者の半数近くはロシアの民間軍事会社ワグネルが戦闘員として送り込んだ元受刑者らだということです。このことから、アメリカの発表が事実だとしますと、ワグネルは約1万人規模が戦死し、負傷者は4万人近くいるということになってくると思います。つまりワグネルは約5万人規模がバフムトにおいて戦線離脱している可能性が報告報道されていることになります。アメリカ国家安全保障会議 NSC のカービー戦略広報担当調整官は2月17日の記者会見で、ウクライナの戦場に送られたロシアの民間軍事会社ワグネルの人員の死傷者は3万人を超えたとの推計を明らかにしておりました。ですので、5月3日現在、ワグネルの約5万人規模が戦線離脱している可能性というのは現実的な数値に見えてくると思います。他方、アメリカ政府はロシアが侵略を続けるウクライナにワグネルが約5万人の戦闘員を派遣していると見ていると報道されております。つまりワグネルは約5万人の戦闘員を派遣して、約5万人規模が戦線離脱している可能性が報告報道されていることになります。つまりワグネルの部隊は約 100% 近い損耗を受けている可能性があるということになります。一般論としまして、部隊が 100% の損耗を受けた場合は、戦闘能力のある兵士も将官士官も存在しない状態となります。これは部隊殲滅と定義されると言われています。殲滅した部隊は消滅することとなります。つまりウクライナ軍はバフムトで徹底抗戦をし、ワグネルの部隊を殲滅した可能性が報告報道されているということになってくると思います。これはバフムトに展開するロシア軍にとって大きな打撃となる可能性が考えられます。バフムトをめぐる攻防においては、様々な軍事専門家などは、ウクライナ軍は3月中にはバフムトから戦略的撤退を行う可能性が高いのではないかという見解を示していたと思います。または各種報道機関では、3月中にはバフムトは陥落する可能性が高いのではないかという報道もあったと思います。しかしウクライナ軍はその後もバフムトを防衛し続け、5月を過ぎてもまだ粘っています。現状ウクライナ軍はバフムトから戦略的撤退の動きを見せているようにも思いますが、それでもウクライナ軍は4月29日激戦が続くバフムトへの主要補給路を依然として確保していると表明しています。ウクライナ陸軍のシルスキー司令官は2日バフムトで戦闘を続ける部隊を訪問し、ウクライナ軍はバフムト防衛を続けると表明しました。またこれに先立ち、シルスキー司令官はバフムトの一部地域からロシア軍が撤退したと明らかにしています。シルスキー氏は、ロシアは大損害にもかかわらず民間軍事会社ワグネルの突撃部隊、他の民間軍事会社空挺部隊を投入し続けているが、自然域を制圧できていないと戦況を分析した。事実なら新たな民間軍事会社に依存せざるを得ないほどワグネルが弱体化した可能性がある。このように報道されております。ワグネル創業者のプリゴジン氏は4月29日同社部隊がバフムトでおよそ100メートルから150メートルほど前進し、この過程で94人の戦闘員が犠牲になったと明らかにしたと報道されております。このことからバフムトにおけるウクライナ軍の抵抗が未だ
相当強いものであることが推測されると思います。ロシア軍は今年1月後半からウクライナ東部に大規模攻勢をかけ始め、さらにロシア軍はバフムトの制圧を目指して10ヶ月かけて進軍を試みたにもかかわらず、ウクライナ東部どころか5月3日早朝時点でもバフムトすら制圧できない状況に直面しています。プーチン大統領は今年5月9日の対ドイツ戦勝記念日に向けた戦果の獲得を優先し、バフムトでの攻撃強化を命令してきたとされます。しかしこのままですと5月9日の対ドイツ戦勝記念日にプーチン大統領はロシア国内向けに戦果を表明することができない状況と直面する可能性があると思います。昨年の5月9日のプーチン大統領の対ドイツ戦勝記念日の演説全文を読むと、プーチン大統領は昨年も具体的な戦果に言及することができませんでした。つまりプーチン大統領は対ドイツ戦勝記念日において2年連続で戦果を表明することができない情勢と直面する可能性が考えられると思います。これはプーチン政権としての面目が失われ、さらなる求心力低下を招く可能性ということが考えられると思います。ウクライナ侵攻を進めるロシアで5月9日の対ドイツ戦勝記念日を狙ったウクライナ側の攻撃への警戒感が高まっている。ロシア国内の緊張の高まりを受け、5月9日の対ドイツ戦勝記念行事は地方で次々と中止が決まった。各地でパレードなどの恒例行事が中止になったほか、モスクワ赤の広場は準備のためとして例年より早く閉鎖された。記念日が近づくにつれて、ロシアのウクライナに近い地域を中心にウクライナ軍とみられる攻撃が相次いでおり、政権側は警戒を強めている。プーチン大統領の弱さと受け止められれば、大統領選前の求心力低下につながりかねない。このように報道されております。他方次のような報道があります。クリミア半島セバストポリ湾で再び爆発が報告されました。水上無人機によるものと伝えられております。爆発の様子を撮影した動画が SNS 上に投稿され確認されております。このように報道されております。クリミア半島のロシア黒海艦隊の拠点セバストポリでは4月29日にも大規模爆発が発生したことが報道されておりました。こうした状況下でロシア軍としても警戒を強めていたはずですが、またドローンによる攻撃を許したことになります。さらに次のような報道があります。ロシア西部の鉄道再び爆発で脱線。ウクライナと接するロシア西部のブリャンスク州で2日連続で鉄道路線が爆破されました。州知事が2日 SNS で正体不明の爆発装置が爆発したと明らかにしました。タス通信によりますと、機関車と貨物20両が脱線しました。怪我人はいませんでした。一部の独立系メディアは火災が発生しなかったにもかかわらず、消防士らが脱線した貨物車両を冷却していることから、硫黄など危険な化学物質を輸送していた可能性があると指摘しています。ブリャンスク州では前日の1日にも線路上で爆発があり、石油製品や木材を積んだ貨物 7,8 両が脱線しました。ロシア捜査当局は何者かによる妨害工作だとみて捜査を開始した。ウクライナ侵略後、ロシア国内やウクライナのロシア占領地域ではこれまでも貨物列車などの脱線事故が頻発。軍需物資の輸送の妨害を図るロシア国内の反戦勢力やウクライナ工作機関などの関与が指摘されてきた。今回の脱線にも反ロシア勢力が関与している可能性がある。このように報道されております。こうした同様の事象が2日連続で起きるということを考えてまいりますと、ロシア国内の反プーチン政権派がウクライナ側などと連携して工作活動を進めている可能性も考えられると思います。昨日もお伝えしましたが、ウクライナの謎の計画、ブラックボックスと言われる計画の存在が報道されております。ブラックボックスの目的はロシア軍国家全体の弱体化とされています。ウクライナ慈善団体とウクライナ国防省の共同プロジェクトと報道されております。ブラックボックスは去年10月から12月約8億5000万円を調達、その使い道は極秘となっています。そしてブラックボックスの募金完了後、ロシア国内での火災が急増しているとの指摘があります。こうした中、ロシア国内には鉄道以外にも空港やパイプライン、発電所などインフラが多数存在します。しかしウクライナ情勢に手一杯と見られるプーチン政権としては、これらすべてのインフラの警備ということは難しい情勢と直面しているように見えます。
今後ロシア国内の反プーチン政権派の動きが活発化するということがありますと、そのことでベラルーシの反政府組織の動きも活発になっていく可能性も考えられると思います。プーチン政権は今までロシア国内の反政府勢力を強引に抑え込んできたという経緯があったと思いますが、現状反プーチン政権派勢力が息を吹き返し始めている可能性があるように見えます。これはプーチン政権に対する不満が増大し、プーチン政権の求心力が低下し弱体化が進んでいる証左に見えてくると思います。こうなってまいりますと、ロシア国内各地で反プーチン政権派によりますパルチザンによる行為が続出する可能性も否定できないように見えてくると思います。そうなりますとプーチン政権は兵力を反乱鎮圧にも向けなければならないという可能性も考えられますので、そうなってまいりますとロシア軍はさらに追い込まれていく可能性も考えられると思います。プーチン政権、ロシア軍はその存立基盤が揺らぎ始めている状況と直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。